臭い。あ、いいですね。あ、なんかもういい、あ、気持ちいいですよ、なんか。あれ、いないですよ。明かりをつけろ。明かりをつけろ。明かりをつけろって、この電気、はいはい、つきます。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしく、よろしく、お願いします。ちゃ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 。始まりました。でっかい声ですね。今日も元気でいいことです。はい。で、何にも考えてないようでしたけど。もう始まりましたさえ言えば僕の仕事終わりみたいな。いや、まあ今ですね、ちょうど夏なので、はい、肝試しをやろうかなと思いまして。おー、夏っぽい。はい。いいですね。はい、心霊スポットとか行くんですか？ここでやります。ああ、お家で。でもよくよく考えると、この部屋ってもう廃墟みたいなもんじゃないですか。確かに。悪いもん、なんか僕悪い気感じますもん、すごい。普通に楽しく暮らしてる。一人ずつにちょっと500円渡すので、はい、自分で演出してください、お化け屋敷を。ああ、はい、はい。なるほど、うん。その500円で相手をびっくりさせるようなこと、わからないものを用意して。そうです、そうです。わかりました、わかりました。うん、もう肝ダメージだから、そういう系ですね。そうそうそう。わかります、わかります。わかりました。はい。ですね。文化祭みたいで楽しい。はい。はい。うん、はい。買い物行ってきたということで。はい。はい、一応これ、100円ショップ。はい。その方で。はい。前なんかいろいろ買ってきました。ようかさん、袋ないですけど。あ、私は買ってきました。そう、袋代までね、抑えたかったんで、私は。はい、袋、お断りしたんですか？さすがケチですね。ありがとうございます。もうじゃあ予算ギリギリまで頑張ったんだ。あ、そりゃそうですよ。はい、なるほどね。じゃあ、どっちから先に脅かす側やります？あー、どうします？まあ別に、どっちもいいですよ、私は。結構自信あり。はい。僕、できれば高校の方が。はい。ちょっといいかなと思ってるんですけど。はいはい。じゃあちょっとお金ください。どういう意味ですか？意味全然わかんないですけど。ここはあなたにあげるんで、うん、100円ください。ただ、あなたが好きな方を選ぶって言うんだったら、権利をあげるってことなんで、はい、お金ください。じゃあ、その、権利あげるんで僕でも100円ください。いや、権利言い出したのは、うん、先言い出したのは僕なんで。はい。なんで100円あなたに払わなきゃいけない？あなたケチですんで。いや、こんなのに100円か、100円の価値を見出す方がケチです。普通にスッと譲ればいいじゃないですか。100円なんて言って、あなた100円のことばかり、うん、返してだったら100円払えばいいじゃないですか。100円なんで大金は払えません。はい、岩川さんに。あ、こんな声でごちゃごちゃ言う。じゃあ岩川さん先行でお願いします。日が出ちゃうのでね、はい、生意気にも日当たりいいんで。はい。ちょ、暗いと見えないので、はい、監視カメラ用意したんで、はい、これ暗い中でも見えるので、はい、いいですね。はい、あの岩川さんの女性のドッキリの時に使ったやつです。僕が襲われた時のやつ。嫌な思い出です。あ、すっごい感じ。ルールとしては、はい、脅かす人が、まあ、どこにいてもいいです、はい、どこにスタンバイしてもいいです、はい、演出ですもん。演出ですから、はい、で、こうやって入ってきて、向こう向いてドアガチャンって閉めて、真っ暗闇になってからこうゆっくり来て、はい、で、脅かしてください。はい、わかりました。さあ、岩川さん、はい、何で脅かすんでしょうか？はい、これです。はい、あ、こんにゃく。こんにゃくどうするんですか？これに糸通して、はい、ひも熱します。え、考えるのやめました。ちびまる子ちゃんでも見たことある。ヒロシがすごいびっくりしてましたよ。あ、ヒロシびっくりしてました。僕これ漫画とかでしか見たことないです。でもちゃんとね、実績ありますからね、その漫画のネタになるぐらいの。まあでも暗闇の中でぬるっとしたやっぱ怖いのかな、やっぱり。多分そうだと思いますよ。うわわわわわわわ、くっせ、臭いですね。もう通りました。何かにつけるんですか？これをなんか竿とかあればいいんですけどね。あ、それにとってください。
撮影のそれに使わないでくださいよ。いや、これ0円ですよね。まあ、一応0円ですけど、はい、じゃあ準備できたということで、はい、じゃあスタンバってください。はい、よっしゃ。じゃあ電気消しますよ。はい。ああ、結構暗いですね。はい、あ、カメ監視カメラに映ってますね、ちゃんと。行きましょう。ちょっと待ってください。準備いいですか。はい、準備 OK です。はい、お待たせしました。はい。いや、変なことしてきそうで怖いんですよね。一回閉めますよ。はい、うわ、真っ暗ですよ。真っ暗ですね。結構暗い。これも言っていいんですか。はい。うわ、ちょっと単純にこれ、あのゴミ屋敷を暗闇の中歩くの怖いっすね。うわ、ちょっと怖い。足元何があるか分かんない。うわ、なんかめちゃくちゃ物がある。じゃあ行きます。うわ、分かりました、こんにちは。なんならここら辺でぼやーっとなんか四角いの見えたんで、わ、古いことしてるなと思ったんですけど、くっさいの、単純に生臭い。そのジャンルの違う怖いはやめてください。さあ、続きまして、はい、ヒーローさんの番ですけども、はい、僕が用意したのはこちらの、はい、白絵の具。はいはいはい。4本。これでもう1個100円なんで400円。はい、黒絵の具を1本でこれで500円。あ、ぴったりですね。ぴったりですね。はい、まあ、消費税込みでの500円なので、はい、OK でございます。これを使って何をやる感じですかね。ジョンっていうホラー映画、ああ、はいはいはい、ありますかね。はい、あれに出てくるなんか少年の幽霊みたいな、はい、あの体が白くて、はい、目黒い子、目の周り黒いの、はい、でメイクみたいな感じでやって、はい、で僕はもうなんか電気をつけさすんで、明るくなったらそれがでかい自分の子供が鳴ってるみたいなのにしようかなと思います。ちょうどこれ、あの別の企画で買って使わなかったのがあるので、はいはいはい、今回お金はかかってないということで、はい、使わせてもらって OK です。 OK です、はい、いやー、体張りますね。逆なんだよな、そこチャンネルって岩川さん、あの感じで体張りたがらないんだよな、はい、そうですね、はい、そういうの苦手、恥ずかしいのも苦手。意外と二号さんのこういうのやるんですよね。そんな気にしない、ね、別にまあまあプライベートは嫌ですから別にいいんで、こういうんだったら。ああ、なんか本当そういう乳液みたいでね、なんか確かにお風呂上がりの女性とかなんか、ね、ようやってますよ、ね、あ、これでひとだ。いいですね、そこまではいいですね。はい、なんか全然ありそう、はい、うおー、どんどん行っちゃいますね、はい、あ、いいですね。あ、なんか、気持ちいいですよ、なんかこういうなんか、はい、お肌とかをすごいケアしてるみたいな感じで、あの本当一部の人しかあの、はい、伝わらないんですけど、はい、ヘビーロックのバンドの、はいはい、あのリンプビズキットの、はい、北の人みたいです。ウェズポーランド宇宙人みたいな声をしてる、ね、そうです、はい、いいですね、はい、いやいや、学生の時憧れてたの。あ、よかったです。ここで夢叶いましたね。結構ちょっと自分で見えてないんですよ。顔はもう十分、もう顔は十分です。なるほど。その辺です。ああ、いいですね、反対も。うわ、怖。ちょっと自分で見てみますこれ。いいですね。いいですね。いいです。いいです。はいはいはい。うわ、怖。はい。はい、じゃあ完成したということで。はい。あ、これ怖いですね。この状態で立ってるんですよね。で、電気を消して、近づいたら電気をつけろと。つけろつけろっつったら、
うわ怖っ、めちゃめちゃ怖いです。さあ入りましょうか。はい、こう、はい、じゃあ僕も入るんでちょっと待ってください、ちょっと行ってください。はいはい、閉めます。はい、わマジで真っ暗ですね。自分家ですよ。ちょっと待って、いやなんかあれですね、はい、そう幽霊怖いとかじゃなくて何をしてるか分かんないのが怖いですね。自分家ですけど、え全然見えないな。あれいないですよ。明かりをつけろ。明かりをつけろ。明かりをつけろってこの電気、はいはい、つきます。笑っちゃいますはい、ということで、はい、楽しい楽しい肝試し、はい、終わりましたね。でしたね、楽しかったですね。いやお金なくても楽しめるもんですそうですね、はい、ほんの1秒でもいいから頭使いました。いやフル回転させてましたなんか肝試しだからこんにゃくでいいだろうぐらいのことでしょ普通そんぐらいしか思いつかなくないですかいやどうやったら怖がらせるか、なんメイクだじゃあ何ができるかなと僕いろいろ考えましたよ、はい、めちゃくちゃ簡単に終わらせたでしょ申し訳ないんですけど、はい、あの二王さんすごいまともなこと言ってるんですけど、はい、あのこっちの方が頭おかしい人に見えますこういう格好でまともなこと言う人って怖いですめっちゃ怖いっすなんかこれで説教してるのめっちゃ怖いっす坊主だし呪われた和尚みたいなで、岩川さんあれこんにゃくいくらだったんですか。85円ぐらいまだよねめちゃくちゃ余らしてるじゃないですかじゃあ残りのお金はどうしたんですか。あいや本当はねこんにゃく以外でもいろいろやろうと思ってたのよ、うん、結局ボツになって使わなかっただけでちゃんと使いましたよ、うん、いやいやボツになったやつ出してくればいいですか。ボツになってやったやつを出せばいいと、はい、別に今出したからってそれは動画にもなんないし、そんなことわざわざ今やることじゃないでしょ。お金抜きましたもん。いや後で出しますよ。あなたねそんな学校で人のことを詰められると思ってんですか。いやいやいや格好関係ないです。はい、はい、また出してください。いやいや、どう見ても私の方が常識で。やめてよ。だ何ズルズルですね。やめて。わあ。ちょっとあれちょっとメガネしてもらっていいですか。新しいキャラクターができた。あなたも呪われたんですよ。感謝男正直に言ってください、はい、別に怒りません、はい、残ったお金はどうしました、はい、正直に言ってください。タバコ買いますあれまた新しくなったでも配信中タバコとかも吸うし、はい、すぐギリギリ経費としてごめんなさい。ちびっこみんな、肝試しするときは横領しちゃダメだぞそこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル終わりです。ありがとうございます。